自分の続きじゃないかこの野郎ラジオ持ってこいラジオって言ってラジオをつけてるひふみんってヘグだから分かんないじゃないですかね、はい、ひふみんってひふみんって言ったらもう大変やんか僕と松村さんといえばやっぱりどうしても阪神タイガースをしたいんですけど、はいはい、松村さんはもう一番最初にタイガースファンになったきっかけというかその当時誰が好きだったのかって。ああやっぱりね僕父親がね本当、はい、反主流派だったんですよ。あの巨人が嫌いなんですよ。だからもう日テレのテレビつけてて巨人がこう勝ってるとバカ野郎なんとかって言って、うん、阪神が勝ったらねよしこの野郎やめろやめろボケって言いながらこうやった時に阪神が勝ってる時にね、ここで一部の地域の方とはお別れです ね、はい、ですね一部の地域もかわいそうだな本当なってプツッと終わるんですよ山口でだからここが一部の地域なんだっていうのを親父が気づいて一部の地域じゃないかこの野郎ラジオ持ってこいラジオって言ってラジオをつけてるんですよ。まあラジカセ聞くわけよ。でラジオ聞いてラジオこうやって見てるんですよ。でラジオの前を遮ったらラジオは見えるだろうやろどけこの野郎見てても知らないですけどね。ラジオ見とけちゃんとバカ野郎っつってこう野球を見るような親の元で育ったからやっぱね周りが巨人って言ってたからねうちの親父が阪神って言ってから俺親父好きだったから阪神流派の家はやっぱ阪神流派を受け継いだっていう感じですね。でオルナミンCのコマーシャルとかやってても大村コンさん何やってんだよ、ね、何が巨人だ小さな巨人でどうしようもねえだろバカ野郎つって、ね、もう言ってましたもうリポビタンディーかなんかの阪神のドリンクにしろとかもう巨人の星があるんだったら阪神の土があるだろうって、ね、さあの土は阪神だとか家に育ったんですよね。ね、うん、僕はもう関西やったんでどうしてもこれはもうみんな阪神でしょ。もう阪神やしもううちの親父はもうタイガース卿だったので、うん、大変でしたもん家の中がテレビなんか家に一家に一台だし、うん、もうお父さんがチャンネル権持ってるやつ、うん、もう阪神しか見てない、うん、一部の地域じゃなかったので3テレビがあったんで3テレビが途中から3テレビが ABC が入らなくてからリレー中継みたいなのもあって、ね、もう最後あの試合が終わってお客さん帰ってあのグラウンド整備も終わってナイター照明も切りかけてるところぐらいまでずっと映してますからね、うん、ずっと見てますからねその阪神こうやって阪神が勝ったら次の日学校でも全ての当時プロ野球ニュースとかあったじゃないですか全てのチャンネルのスポーツニュースを見てタイガースが勝ったところを家族全員で見るっていう、うん、その代わり負けたら負けた瞬間消灯なんですよ、ね、だからなんとなくこう試合展開見ながらうわ今日8対1で負けてるな8回かもうそろそろお風呂入ってやっとかななってもう阪神の試合を見ながら行動しててでもう負けてもう負けた瞬間あ寝るぞーってバーンともう消したんだその日一日遠藤君のお父さんは気分悪いでしょうね。悪かったですもう本当にそこからもう何年ですかタイガースファンでどうですかねブリーデンとかラインバックぐらいがいるぐらいですかね。だから掛布さんが若手でやっぱ田淵さんが出てきてね、はい、でもう本当佐田岡さんが出てきてすぐ田淵さんに満塁ホームラン打ったら佐田岡も今日上がってきてまた2軍だよちょっと待ってほしいなしリアルな感じジャイアンツが負けないで堀内さんがちょっと球変えてくれってこの球で投げろよお前ブー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 堀内は崇高だからなとかなんかブー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 言うのを見ながらやってたら、まあ、あとラジオで勝ったり負けたりも面白かったし当時だと俺は北村さんとかが好きでしたね。背番号5ですか、うん、うわやっぱ北村さんの広い守備範囲がね、はい、オープン戦首位打者あの大山がちょっと取ったとあ北村さんも取ったなーなんてこう思ったりして北村さんもオープン戦首位打者取ったことがあって照文さんが、まあ、武装高校だから出川さんの先輩ですよ。ああ出川さんの先輩なんですか。あ守備はもう一級品でしたもんね。いや一級品鳥人間でしたね。ね本当にホームランを何個も取ってましたもんね。北村さんのプレーが掛布さんのホームランつながっていいんじゃないかと思いましたね。もちろんカープに岡さんがいて、はい、山本浩二さんのホームランを取らせたいから掛布さんのホームランも取ったんじゃないですか、ね、うんうん、だから掛布さん349じゃなくて本当は350ぐらい打ってってと思うんですよ。それはありますね。それでいくと僕のベスト3をはいあじゃあちょっと遠藤君のタイガースの好きな選手、はい、ベスト3をちょっと見てみましょうか。タイガースモノマネベスト3をそうやっていただければなと思うんですけど、はい、じゃあね、はい第3位は吉田芳雄さんですね、はい、朝日放送の特番の時もね遠藤君と、はいはい、本当ねよろしくお願いしますよ。やはりね今年の阪神は面白いですね。やっぱりこうなかなかね形になってますからですねちょっとこうゆっくり喋るところが好きですね。赤星選手にインタビューする時も赤星君
赤星くん、53盗塁というね、この私の盗塁数を破った今の気持ちを聞かせてくださいって赤星さんが、あれ吉田さんだったんですか赤星くんって怒っちゃったっていうんですね。本当に面白いですよ ね、 やっぱりね。だってタイガース唯一の日本一監督ですから。そうですよ、日本一の監督は私ですからね。もう本当に吉田芳雄、悪だ悪を、普通だ普通をですよ。ねえ、檜山の親父とね、私もね、立命館でやってましたよ。遠藤君のマネージャーが立命館やったんですけどね。そうですね。檜山の親父と知り合いやったから、広島市民球場でね、檜山が小学生ぐらいの時ね、檜山の親父が掛布のサインくれ言うからね、掛布、この俺の知り合いの息子やサイン書いてあげてくれって書いてね、あげたのね。その子供に掛布が書いてあげたんやけど、その子供が後の進次郎やな。あれだけ伸びたら嬉しいもんやで、ほんとな。親父が泣いとったで、ドラフトの時なあ。檜山がドラフト入った時、自宅にあるゲージの前で泣いとったでなあ。俺も使ったわ、檜山をなあ。新庄と檜山、三振多かったけど使ったで、はい、ね、使ってやりましたね、韓国時代、本当にね、はい。じゃあ、第2位お願いします。第2位は川藤幸三さん。ああ、もう OB 会会長、はい、はい、電話いただいたんですよ、はい、明治座に出て前川清さんとご一緒させていただいたんですよ、ね、で、前川清さんがちょっと藤恵子さんの頃の話もね、されてたんですよ、はい、それを川藤さん、明治座見に来られたのかななんて思ったんですよ。で、なんか川藤さんから、まっちゃん、いつもな、今度明治座出るみたいやねえか、明治座よう頑張っとるな、前川清さんも出とるみたいやな、な、14、な、15、16、17とやな、ああ、藤恵子さんの歌だな。前川清さんが15、16、17とっていうネタをされてたから、はい、川藤さんよく知ってるなと思って、で、15、16、17と、どないやねんって言うから、ああ、よくご存知ですね、明治座のこと、いやいや、ちゃうねん、おめえ。15、16、17、空いとるかどうか聞いとるねや、この野郎っつってなあ、YouTube、わしもやっとんねや、東京来るからよ、15、16、17、何日か空いとるんやったら、マネージャーと連絡取ってでも、な、一緒やろうやねんかって、それ、空いてるかどうかの電話だったんですね。15、16、17とよ、ばっちゃんよって言われたんでね、まあそういう話だったんですね。でも、川藤さんってね、伏見工業のラグビーの山口さんが小学生時代の川藤さんに西郷中学の先輩後輩で、西郷中学で3年生だったスクールウォーズのモデルの山口義春さん、伏見工業の監督さん、後になる人ですけど、川藤さんとか小学生にお前らかき氷食わしたるから玉拾いせえつって野球を教えたって。そうなんですか。だからスクールウォーズのスピンオフに川藤幸三さん出てもおかしくないんですね。いや、すごいっすね、それ、ね。このドラマは、ある学園の後輩に戦いを挑んだ熱血教師たちの記録でありますわね。わしもこの、ね、監督の3つ下やね、西郷中学でな。だから、中学時代に相手を信じ、待ち、許してやれって言った藤山っていう監督さんが野球部の出てくるんですけど、あの藤山監督に川藤さんも教わってるんですよ。本当は藤井なんですけど。繋がってんすね。泣き虫先生、いや、泣き虫先生と川藤さんは同じ中学だっていうことが、で、川藤さんは本当だったらスクールウォーズに回想シーンで出てもおかしくないんです。おかしいですけどね、それはそれはやっぱおかしいんです、ね、かき氷おごってもらって。ムッシュ吉田さん、吉田義雄さん、そして川藤幸三さんときました、はい、さあ、じゃあタイガースモノマネベスト1お願いいたします。いやー、僕の中でね、やっぱりパオ岡田さんですかね。もうね、俺大好きなんですよね、岡田さんと伊藤志龍さんのあのやり取り、うん、さあ、バッターボックスにはここで葛城が入りましたね。代打の切り札、葛城ですね。もうここね、ラギじゃないですよ。ここヒーですよ。ラギではないヒーということは、あ、そうか、葛城イクローではなく同じの左の代打、今年20年目の檜山慎次郎を使えと前監督岡田彰布さんおっしゃってるわけです。もう言うたやんか。ラギよりヒーで分かるやんか、普通ね、こんなん分かることやんか。ねえ、ねえ、ねえ、伊藤志龍さんがね、
一応伊藤シールさんも分かってんだけど、分かってますけどね、視聴者に分かりやすいようにこう、ABC のね、シールさん言ってるんですけどね、はい、あのここね絶対に席ですよ、関川ですか、関本やんか、分かるやんか、もう席で分かるやんか、ねえあのね、一般的には分からないですから、分かるやんかね、うん、あの絶対ね、あのね絶対ね、あの俺勝者でヘイグが36番でちょうどキャンプの時いらっしゃった時に、ひふみ、ひふみだと思ったよ、はいはい、おいひふみ、おいひふみ、ひふみってヘイグだから分かんないじゃないですかね、ひふみ、ひふみって、ひふみって言ったらお前外人やんかヘイグだったっていうねお前外人やんかって言ったら、あの隣にいたデイリースポーツの西岡チーフの記者の方が、はい、今年からひふみは育成の3桁の番号になりますんで、はい、ヘイグが36です。おお、あのね、でもひふみね、あのジャイアンツカップの時ね、あのね、ちょっとやっぱり引っ込みつかないですよ、ね。どうしても。ずっとひふみ、ひふみって言った以上、あのジャイアンツカップの時ね、あの知っとったんやけどね、あのね、あのね、あの本当ね、あのコントロールのいいピッチャーだったんですよね、やっぱりね、あのね、あのちょっと言いおっしゃってましたね。あノムさんもね、はい、そうですね。天国で遠藤君の活躍を見てますよ。あれだすもノムさんもう大好きでしたから、僕はノムさん。今岡がぽちゃんと。今岡のことね、あんまり好きじゃなかったですもんね。まあ、形にはなってますけどね。マー君、神の子、不思議な子。はい、勝則、はい、俺の子、普通の子ですよ。まあ勝則は人がいい、人間も勝則二軍監督でいいですよ、もう、ね、勝則君のサヨナラヒット僕見に行ってますから、バックスクリーン、あのね、バックネット裏でな、しましたね、あれ本当は根本さんの二塁打がね、あ、そう、なんかったっけ、うん、根本さんの二塁打も大きい後に勝則さんがね、結構阪神でチャンスもらったら打ちました、あのカムトからホームラン打ちました、巨人の、あ、うん、なんかありましたね、それがあの CM だったんですねCM 中だったんですね、そしたらあの日テレの中継のアナウンサーの方が、コマーシャルの間ですが先ほど大きな仕事をこの勝則選手がやりましたって後で VTR 入れてました、うん、お時間もあれなんで、今年タイガースはもう、はい、僕個人的にはいけるような気がするんですか、ね、うん、ちょっとここに来て怪我がちょっと、ね、まあだけど去年もハルト投手ね、ハルトもそうだし、西投手とか西君も全速で帰ったり、あと井上がちょっと足ちょっと膝をね、だから矢野監督は偉人の方にインタビューするとやっぱりこう楽しんでると、結果を出した偉人の人っていうのは楽しんでるから、うん、楽しんでるのがいいだろうってことは、やっぱり金本監督が変わった時みんな楽しもうっていうことでね、うん、やっぱりねジャイアンツ勝ってほしいですね、そうですね、8つぐらい負け越してるんで、まあ、たらればですけど、オーバーがなかなか打たなかったですね、前半はもうあの最初のドーム3連戦は全く打ってないですか、ね、俺大丈夫かなと思ったらね、はい、無観客なんだけど、はい、ラジオで聞くと巨人 の, あのチャンステーマを、ね、流してる時に、ね、お客の声も入れてるんですよ、あれがね、なんかこう無観客なんだけどお客がいるように見える、チャ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 、あれお客入れてんじゃないかなってこう、ね、ラジオ聞いてるとそう思いますよねテレビもそうだけど巨人が勝つようなテンションの上げ方だから、昔からですね、それはありますね、飲まれた感じがあったんですけどね、とはいえジャイアンツも菅野君が残りましたから、うん、まあ、強敵は強敵ですけども、ジャイアンツを叩いて、そうですね、長い歴史上の中でセントラルリーグ阪神巨人っていうのがないらしくて、うん、1位阪神2位巨人っていうのがこの長い歴史上なくて、逆はたくさんあるんです、まあ、去年もそうでしたし、逆はあっても1回もないらしくて、今年はやっぱり対抗はやっぱジャイアンツだと思うんで、うん、タイガースが一番頂点で2位に巨人みたいな、そんなシーズンになってくれればいいなと思って、うん、やっぱり阪神が勝つと変わりますしね、なんかもうやっぱ阪神と巨人ってね、源氏と平家みたいなもんで、うん、豊臣と徳川みたいなもんで、はい、赤白なんですよ、まず原監督が苦しい顔を見たいですね、あ、やっぱり強い組織を叩く阪神がね、うん、見たいですよね、何年もずっとジャイアンツに負け越してますから、うん、去年は大きく負け越してるんで、うん、もう俺の時はね、もうほとんど勝ち越しですよね、岡田さんちょっといいですか、岡田さん、ね、2008ですね、ねちょうど北京のオリンピックの時に、ね、13ゲームから引き返されて、ね、あのね、あれからやんかあれだから、オリンピック後で、まあ、タイガースも全部持っていかれましたけど、ね、新井もね、あのね、オリンピック出とったんやから、ね、大丈夫やろ、ね、新井出とったやんか
洗いもね出とったやんか。あんなな、あの腰痛いって言うてもあの出とったやんか。なあ、あれな、出とったやんか。なあ、あれな、出とったやんか。ね、あれで岡田さんね、辞められましたから。もうね、でもね、あの出とったやんか。ねえ、あの出とったやんかな。金怒っとったで、金。金怒っとったで。やれるやんか。金本さんね。もうね、金でわかるやんか。もう怒っとったやんか。これはわかりますけど、皆さんがね。もうね、あのね。お母さん、まだいつか監督やっていただきたい。もうね、やっぱりね、あのね、やりたいですね。岡田監督のお母さんともお会いしましたね、キャンプ。いろんな人のモノマネやってたら、やっちゃいけなかったのモノマネを俺ちょっと非常識なのもちょっと何人かやってたんで、あれお母さんから聞いたっつって、まっちゃん、あの誰でもやっていいけど、あのあっちとあっちはやっちゃいかんやろあのちょっと放送でいけない人のモノマネを岡田監督のお母さんの前でやってたみたいで、お母ちゃんから聞いたけど、あのあれとあれは絶対テレビで引っかかるからやってはあかんでって言われましたね。監督のお父様の命日に優勝されてますからね。ああ、そうですよね。今年なんとかタイガースは優勝していただいて、優勝した記念でまたコラボさせていただいて。ああ、そうですね。もう本当85年以降日本一もないし、でもソフトバンクが本当強くなりましたね。巨人優勝したけどソフトバンクに勝ってないですね。全く歯が立たなかったです、ね、もうなんか本州で強いチームが毎回九州に行くようなね。本当そうですね。もうソフトバンクすごいな。千賀、甲斐、ここでシュート、はい、育成なんですよね。みんな育成も育成で、育成を作る期間というのは、なんか一個引い出た人たちをタマスタとか、まあまあ古くはガンロストなんでしょうけど、はい、あえて鍛え上げて作るっていうのは、はい、あれやっぱり阪神はとこう下の人がこう、ね、上がると面白いですよね。うん、そうですね。育成が来るってね、高校中退で会社に入った派遣社員の人が会社の上層部入るよ、ね。はい、ああいうの面白いですよね。ああいうのも面白いし、やっぱ伝統あるタイガースがそういうことやってもらいたいですよね。巨人は育成でも何かもね、うん、やっぱ出てきてますから、山口もまあまあやめましょう言いましたしとか。今年は岩田投手っていうのがサイドで、ちょっとまだ投げれてないけど、ああいう育成のピッチャーが来たりとか、原口がこう出た時みんなが喜んだでしょ。はい、やっぱああいうの好きなんですよね。はい、苦労したのがね、花開くのが。もう今年は優勝すると思うんですけどね。本当にちょっと助っ人外国人が来れてないのがね、そうなんですよね、ちょっと心配なんですけどね。ルーキー佐藤君も頑張っていただいて、いや高山もね、本当ね、ルーキー佐藤選手、まあまあまあジャイアンツでいうと由伸選手じゃないけど、はい、1年目ぐらいからやるんじゃないか、ギータのようなね、ギータのようなね、あの、うん、こうスケールの大きい選手になってもらいたいですよね。うん、いや本当、あの鳥谷選手みたいにあのコツコツとこう上がってほしいです、怪我のないように。そうですね、うん、無事これ名馬でやっていってもらいたいなと思ってますし、はい、本当に松村さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。俺もなんかお世話になりました。今日は本当笑いっぱなしでしたもん。いやありがとうございました。まあ本当お互いも無事これ名馬でいきましょう。そうですね、あの風邪ひかないで、はい、ね、元旦からちょっとコロナになりましたけど、いや本当びっくりしました。もう無事これ名馬が一番大事です。無事これ名馬、いや本当わざわざあの太田プロにまで来ていただいて、おっしゃいますやろ、ありがとうございます。なかなかそういう話もできず、おっしゃいますやろ、ありがとうございました。今日はありがとうございました。お世話になりました。そんないろんな話、あれ僕はもう笑いっぱなしでしたけど、いやありがとうございました。ありがとうございました。松村邦洋、ためにならないチャンネル、まあ基本的にためにならないんですけど、自分の好きなことを、やっていきたいと思いますんで、もしまあなんかこのチャンネルいいなと思ったら登録してください。